皆さんこんにちは、南智香役石原香織です。皆さんこんにちは、ゆさなるこ役瀬戸あさみです。こんにちは。こんにちは。そう、こちらはですね、グリモアのゲーム内で限定カードをゲットしてくれたということになりますよね、今聞いてる方は。はい。え、なんで？違う、合ってますよね。合ってるよね。びっくりした。遠くにいる気分でやってみた。あ、そう。何、会場みたいなこと。会場の、はい、ライブとかね。そう。嫌だよ、それ。すごいやりづらい。すごく不安になっちゃった。ちょっと。ごめん、ごめん、ごめんちゃい。はい、ということで、今回の SR 南智香&ゆそなるこ、過去グリラジバージョンのイラストは、うん、ラジオの収録ブースが舞台になっているということで、はい、私たち二人がお届けしているグリラジのお話をしていきます。そうなんです。はい。グリラジは、私たち二人がリスナーの皆さんと共に様々な困難に立ち向かっていくリアルファイト番組という謎のコンセプトで始まったラジオ番組です。そうだったね。リアルファイト。リアルファイト。時には二人で対決したり、時にはね、悩み相談に乗ったりと。ね、様々な、ちょっと言われていいですか？台本を覆い隠すのはやめてください。はい、様々なコーナーや企画を行っていますよ。その中でもリスナーの皆さんの悩みや日常生活の脅威、過去ね。霧の魔物！そう、対峙する、今週のクエストというね、コーナーがあるんですよ。はい、今回はその雰囲気を皆さんに知ってもらうために、知ってるとは思うんですけども、そうだね、知ってる方も多いかも。ために特別編として、私たち二人のお悩みをそれぞれ解決していきたいと思います。おお、じゃあ私の悩みを香織さんが解決してくれるってこと？そうそうそう。なんとなく今までやってなかったからね、私たちの悩みは。ありますか、悩み？悩みだらけですよ。そうなの？大丈夫？どういうな、じゃあ二つあるから、プライベートの悩みと仕事の悩みどっちがいい？そうだね、でも多分みんなは、プライベートのこと知りたいと思うから。本当？プライベートで。プライベート。じゃあ、ピ。じゃあ、プライベートにしますよ。はい。はい。プライベートの悩みですね。なんか料理割と好きですよ。あ、してるね。好きなんだけれど、青いネットがあるでしょ？生ゴミを入れる。あ、三角コーナー。そうそうそう。あれを貼るじゃないですか、生ゴミコーナーに。それで、一人分の料理を、まあ、作るわけですよ。そうすると、なんか生ゴミそんなたまんないわけね。あー。例えば、椎茸を食べたら、椎茸の石垣コロコロぐらいな感じ。あー、なるほど。で、その一回のコロコロで捨てるのもったいないんですよ、青の。あ、そうだね。網網が。あれも買ってるわけだからね。でも、捨てないと匂うわけですよ。でも青の網網もったいない。そうすると料理離れが進んでくるんですね。ああ、効率に悪い、効率が良くないと。生のゴミが出るのが嫌で、料理離れが進んでるんですけど、どうしたらいいですか？まさかの料理か。どうしよう。全然やんないんだよな。どうしようかな。どうしよう。ファース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 。料理離れしてってるかな？そう、なんかね、めんどくさくなっちゃうの、その、生ゴミが出るとか、洗い物があるなって思うと、せっかくキッチンきれいにしたのに、また汚れるのかって思うとね、めんどくちくなっちゃうんだよね。なるほどね。それは、一日一食だけ作ってんの？一日に一回作れたらすごいね。なるほどね。毎日できないもん。じゃ、一日二食にすればいいんじゃないかな。ん？二食にして、網がもったいなくないように、いっぱい料理しようと。いっぱい料理して、ゴミ溜めて、ポイってなんか捨てても美味しくないようにする。確かにゴミいっぱい溜まると嬉しいもん。でしょ？だから、もうちょっと増やすとか、そうだね。ゴミ増やすっておかしいけど、すごいなんか、ですから無駄に食材いっぱい使ってゴミ出す。一食で無駄に。いっぱい作って、じゃあ友達とか呼べばいいのかな？あ、そうだよそうだよ。私呼べば？呼ぶわ。呼んでよ。チーズフォンジュやるって。そう。話したじゃん。そう、チーズフォンジュやるんだ。そう、チーズフォンジュやるって。だから、呼んで、人呼んで、いっぱい作って、ゴミ出して、青いポイが、もったいなくない感じに。もう満足いくポイがもういっぱい出すってぐらいに、ポイいっぱいにして、捨てればいいんだよね。もう口塞がないです。塞げないですって。そんくらいにすればいいと思う。ありがとう。いい感じ？いけてた？解決した。ほんと？ゴミ増やす。ゴミ増やそう。なんか資源にいいのか悪いのかちょっとわかんないけど。でもいっぱいアサミはご飯好きなんだから、食べた方がいいよ、もっと。食べる。うん。お腹減ってきたね。食べよう。食べる。そうしましょう。はい、ということで、解決できました。やったー！
仕事のやつも気になったけど、それはプライベートで聞くね。わかったということで、お時間になってしまったので、続きは後半で、うん、はい、ここまでのお相手は、南智香役、石原かおりと、悩みが解決して、うん、すっきりぽっきり、遊佐鳴子役、瀬戸あさみでした。バイバーイ。バイバーイ。皆さんこんにちは、南智香役、石原かおりです。皆さん、ご無沙汰です。前半からのご無沙汰です。はい。遊佐鳴子役、瀬戸あさみでーす。はーい。ということで、うん、カードを覚醒させていただいたから、今、こうやって、私たち、後半、喋れてます。そうです。皆さんがね、覚醒させてくれてるおかげで、だからみんなすごい時間かかってね、もしかしたら覚醒してるから、前半と後半の間でかなり間が空いちゃってるかもしれないんだよね。そう、前半忘れてるかもしんない。そう、でもしかしたらもう前半と後半すぐ聞いちゃってる人もいるかもしれない。なぜかというと、CD をね、もしかしたら2枚こうやってこうやってそう、すぐ覚醒できちゃったかもしれないから。それもありえなくはないよね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。喋れるって嬉しいね。ね、うん、やっぱ私たち喋るのがね、お仕事だからね。そうよ、そうよ。喋ってみんなに聞いてもらえてるっていうのがね、はい、嬉しいね。嬉しいね。はい。ということで、前半ではね、うん、実は、私の悩みをね、かおりさんに聞いていただいて、うん、私のにとっての霧の魔物を退治していただいたわけなんですけど、うん、はいはい、後半は逆になって、かおりさんの霧の魔物を、瀬戸のあさみが解決していこうと。お、心強い。本当かい？うん。なので、今回は石原さんの、かやみ。かやみかやみとは何でしょうか。かやみを。かやみを。わかりました。うん、かやみですね。うん。かおりのかやみをください。はい。私のかやみは、最近寒いから、厚着をしているのですが、うん、厚着しすぎて友達に笑われます。どうしたらいいでしょうか。笑われるぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。ほんとすごい、昨日も笑われちゃった。嫌、うん、なの？別にさ、いいんだけど笑ってくれるのは。うん。でも、なんて言うんだ、私的には、ほんとに寒がりだから、めっちゃ着てるの、うん。これでもかっていうぐらい、うん、苦しいんだよ。もう厚着しすぎて。いや、わかる。私そのストレスによってね、ダウンっていう選択肢を取った。うん、そう、ダウンね。うん、ダウンも好きな。ダウンも大好き。でもさすがに今来たら、1月とか。もう私死んでるよ、多分。でしょ？ 2 月とかやばいなと思って。とりあえず厚着だよね。何枚も重ねる。うん。対策をしてるの。で、私の中では普通に着てるのね。だからその、セーター、うん、なんていうの、ヒートテックに。うん。セーターに。うん。セーターに。うん。コート。うん。またはちょっと、お出かけ時間が長いと、ダウンに、ウールのコート。重ねるやつ、薄いダウン売ってるから、ね、うん、そんくらい着て、で、帽子かぶって、スヌードして、そうやってやってるの。したら、完璧、こう笑われちゃったの。かわいい。ゆきんこだね。そうでしょ。でもめっちゃね、ちょうどよかったの、それで。うん。爆笑されちゃって、昨日とか。え、みたいな。香りどうしたのみたいな。包まれてるよ。そうそうそう。何何みたいな。着すぎだから、ポポポみたいな。すごいショックでした。どうしたらいいですか。でもね、そう、だから、北海道。北海道。背中、お腹、腕、足に北海道つけるとね、あったかい。あったかい。うん。あちちってなんないの？あちちはならんかな。私も寒がりなんだけど、うん、厚着が嫌いなのね。うん。苦しくなると本当に嫌だから。腕とか辛くない？そう。キツキツで。そう、だからそれがね、ほんとね、それがストレスでイライラして頭痛になるから。うん、あらららら、すごいストレスだね、ほんとに。なんかほんと、ヒートテック、今日もヒートテックと、うん、この上着一枚と、うん、ダウンだけ。ああ。うん。あ、そうだ、あんまり着てないね。そう、あんま着るとやっぱ中に室内、やっぱ私たちの仕事って室内が多いから、そうそっちに合わせて着ていくことが多い。確かに。アフレコ現場は暖房ガンガンだから、そうだね、汗びちょびちょになっちゃうんだよね。しかもこう喋ったりするとね、なおのこと。熱がね、うん、うん、だからそうだな、やっぱ北海道作戦はいいと思いますよ。そっか、とりあえず北海道か。うん、本当にその関節関節、関節関節肩とか肩とかお腹とか背中に貼るだけでね、変わる？全然違いますよ。じゃあそうするわ。うん、北海道ちょっとあちちってなりそうだからやめしたけど。そしたら上着をちょっと減らせるかもしれない。あ、それいいわ。はい、ということで今の私の悩み、うん、解決しました。おー、まあね、寒さ
の本番これからですから、皆さんもそう暖かくしてね、ね、対策してください。はーい、以上今週のクエスト特別編でした。はい、ということでそろそろお別れの時間です。喧嘩です。まあね、出張版とか本編も皆さんこれからも聞いてね。はい、ぜひメールもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。うん、それではね、次はラジオ本編でお会いしましょう。ここまでのお相手は、南智香役石原香織と、遊佐鳴子役瀬戸麻美でした。バイバーイ。